俺の本気を伝え、だいたい30m。うわっ、俺の勝ち。おいお前、速すぎんだろ。あいつ 50m 3秒で走るらしいぜ。車かよ。呪い？お前が信じるかどうかはどうでもいい。それが事実だ。魔除けならむしろありがたいんじゃないの？最後まで聞け。いやー、ボロボロだね。2年のみんなに見せやーった。ごめん、それ俺食べちゃった。マジマジ。うん。まず笑いでくるわ。プシグロ元気そうじゃん。俺見てそう思うか。ちなみに1年生は君で3人目。少な。責めるほどでもない。遅刻をするくせ直せと言ったはずだぞ。おっさんが可愛いを作っている。虎取雄二です。好みのタイプはジェニファーローレンス。よろしくお願いします。何しに来た？ようこそ呪術高専へ。あ、すまん、術式解くのを忘れてた。おお、広い広い。2、3年は今出払ってるけど、ま、すぐ会えると思うよ。人数少ないし。ありがとう。逃げんなよ、はっきり言えよ。俺たち今からあれに話しかけんの？ちょっと恥ずかしいな。ち、おめえもだよ。おーい、こっちこっち。よし、六本木。地方民をもって遊びやがって。きっしょ、ありえない。衛生観念キモすぎ。無理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 。んだと？何食って育てば素手で壁ぶち破れんのよ。鉄痕じゃなかったんだよ。鉄痕じゃなくても無理よ普通。お金のこと気にせず上京するにはこうするしかなかったの。そんな理由で命かけられんの？へい、俺言ったからチャラ貸し借りなし。なんだこいつ。イタドリ、私はパーを出すぞ。じゃんけんポン。カップ焼きそばと焼きそばが別物のように回転寿司も別物なんだよ。私は寿司が食いてんだよ。寿司は食事だけ、回転寿司はレジャーなんだよ。遊園地なの、 TDL なの。ていうか釘崎土田舎出身って言ってたけど、回転寿司行ったことあんの？あああんたたち何やってんのよ、バッカじゃないの。少し待て、今考えてる。どうすればあの小僧を後悔させられるかをな。 あちらを追ったところで直前に小僧に変わるのがオチか。となると奴らが一番困るのはこれだろうな。振り出しに戻してやる。いかん、こっちも直してしまった。始めるけど、そこで見てるつもりか。おお、フルチンじゃん。いじちうるさい。ちょっと残念。恥ずかしいんすけど、誰？ユージ。おかえり。不思議だ。面接対策みたいな質疑を落としてんじゃないわよ。交代。もう学ランはしんどい。あの二人は何してんですか？受け身の練習。おっ、こっちが呪力でこっちが術式。なるほど、わからん。だから呪術師の実力は才能がほぼ8割って感じなんだよね。大丈夫？いや、俺もサンダーとかファイヤーとかパワーボムとかできると思ってたから。パワーボムはできるでしょう、大仁田か。ダメだこれ。呪力を使うときは常にブチ切れてなきゃいけねえのか。確かに伏黒もいつも切れ気味だったかも。玉拳。
違うよ。どうした？今とてもイラッとしました。今は有事でも出せる程度の微弱な呪力に設定してあるけど、そうだな、最初はアクション。はい、イライラしても呪力はコーラ飲んでる時はやめろよ。飲むなよ。教えてあげる。手出して。ほら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 。どこ？ねえ、ここどこ？え？また？え？大丈夫でしょ。だって君弱いもん。うわあ、お花だ。綺麗。先生、俺は大丈夫。そいつを追って。ごめん、嘘、ヘルプ。あれにか。目標は具体的な方がいいでしょ。いやー、連れてきてよかった。いや、何が何だか分かんなかったんだけど。マジかこの人。はい先生。はい、ユージ君。交流会って何？あ、言ってなかったっけ。どんな女がタイプだ。ん、その人に揺るがない人間性があればそれ以上は何も求めません。悪くない答えね。巨乳好きとか抜かしたら私が殺してたわ。うるせえ。ん？これは問題行動ですよ。しかるべきところに報告させてもらいますからね。やっべえ、生五条悟る、生五条悟るだ。しゃべっちった、しゃべっちった。くぅ、かっけえ。ああ、野外学長は2時間くらいで来るよ。じゃあねー。追いつけたら一緒に写真撮ってもらおう。ありがとうございます。どういたしまして。撮ったどー。茶は？あ、